はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。クールダックさんジャイルです。今日ちょっとねオーストラリアからあのフラッフィーのフレンチブルドッグが到着しました。フラッフィーですよ。フラッフィーって分かりますか？なんかほらあのなんかよくいろんな犬種でフラッフィーっていいんじゃないですか。なんか毛が長くてふわふわふわってしてるやつ。あのフレンチブルドッグの、つまりフレンチブルドッグでロングヘアの犬が出てきたわけですよ。ロングヘアってちょっとヨークシャみたいなロングヘアではないと思いますが、僕もねはっきり見たことないんですよ。いや今日届いたんですけど、今日オーストラリアから来ましたが、その犬はそのフラッフィーのだから遺伝子を持っているフレンチブルドッグなんですが、その犬自体はショートヘアなわけですよ。まあ普通のフレンチなわけですよ。だからその犬はフラッフィーではないんですけども、フラッフィーの遺伝子を持っている犬なんですね。ですからその犬の子供はフラッフィーの子供が生まれるわけですよ。だからやっぱり結構な金額します。高いですよ。だけどその犬から生まれた子犬はだからフラッフィーが生まれる可能性があって、フラッフィーが生まれたら結構な金額で販売できると思いますね。それでちょっとね、今日何ヶ月ぶりかオーストラリアからあんまり輸入してなかったから、何ヶ月 ?2、3ヶ月オーストラリアから輸入してませんでしたけども、最後に前回言ったの輸入したのいつだっけ。オーストラリアからちょっと忘れたんですけど、オーストラリアからは普段あんまり輸入することが少ないです。やっぱりねヨーロッパ、アメリカヨーロッパが多いから、でいい犬がやっぱアメリカヨーロッパに多いから、いい犬を僕は輸入したいわけですから、あのその消毒的にクオリティの高い犬を輸入したいから、であのまあ輸入したいというか、まあ別にそれだけをやってるわけではありませんが、もちろん今日のフラッフィーのフレンチブルドッグなんてショーには出れませんからね。血統ショーもないですから。だから、ファッションドッグなので、ラブラドゥードルとか、あそうそう、だからオーストラリアは今ラブラドゥードルとかが多いですけど、だから小ドッグのすごい世界のトップってなると、やっぱりオーストラリアよりもヨーロッパ、アメリカの方が多いから、どうしてもヨーロッパ人口が少ないから、ほらブリーダーの数が少ないですからね。だからもちろんオーストラリアに世界のトップの犬がいる場合ももちろんありますけど、やっぱりどうしてもね必然的にヨーロッパ、アメリカから輸入することが多いんですね。ですからオーストラリアから輸入するのちょっとね何ヶ月ぶりかだったんですけど、そしたらねその時ね、その最後にオーストラリアから輸入した時にね、アメリカ、いや日本政府とオーストラリア政府を動かしたとか言ってフォーム AC っていう、そのほら犬を輸入する時に必要な書類がありますけど、そこにねデートオブアイデンティフィケーションって書いてあるわけですよ。まあその時も言いましたが、もうなんか説明するのがめんどくさいから、それにあんまり面白い話じゃないから、なんかもうね言うのやめようかなと思ったんですけど、まあ一応ね、それに皆さんも別にあいつ日本政府とオーストラリア政府動かしたって言ってるぜみたいな、まあそんなこと言う人もそんないないでしょ、いちいち。まあ言う人はまあなんかどっかパーソナル的に問題があるんじゃないですかね。まあいちいち言わないですよ、そんなのね。もうそんなのに構ってられないですもんね、普通の忙しい人たちっていうのは。だからまあ言わなくてもいいかな、もうめんどくさいなと思ったんですけど、一応まあ訂正しておきます。全然今日見たらそのデートオブアイデンティフィケーションのところ、つまりマイクロチップ装着日ですよ。マイクロチップを埋め込んだ日をオーストラリアの場合は出発の前日を、つまりピッて読み込んだ日を書くわけですよ、オーストラリアは。だからもうそれや、そうおかしいじゃん、それ違うじゃん意味がって言って、農林水産省に電話して官僚に言って、間違ってますって言って、おあすいません間違ってますとか、お関西弁を使ってしまいました。関西弁の真似事をしてしまいました。もうね関西の人間じゃないのに関西弁を話す人ってちょっとなんかねうわってなりますよね。それに関西の人も多分嫌だと思うんですよ。へったくその関西弁でなんか関西弁を真似して言うと、なんかバカにされて、関西弁をバカにしてるような感じにも聞こえるだろうし、なんか多分嫌なんじゃないかなと思って、できるだけそういうことを僕はやめようと思ってるんですけど、何々しますせっていうのをね、なんかちょっと面白がって口癖みたいな感じで、
ちょっと言ってしまうんですよね最近なぜか。もう本当にこれ全然悪気がないんですけど、で普段から関西の人じゃないのに関西弁を使うのはやめようって僕は思う人間です。思う派。ちょっとなんかもうその関西の人間じゃないのにそのなんか関西弁の真似事みたいな言葉で使うのはちょっとやめた方がいいですよみたいなね。イントネーションもおかしいはずだし、おかしいですもん全然。本当の大阪の人が話す大阪弁と全然違うもん。だからちょっとね、嫌なんですよ。僕はやりたくないんですけど、まあ、ちょっとそれだけね、何々しますっていうのはちょっと口癖になっていて、ちょっとすいません、すいません、関西の方々すみません。あのね、それで、なんだっけ、何の話だっけ。そう、だから、何の話だっけ。その官僚にその言ったわけですよ、電話で、農林水産省に電話して、だからこう、間違ってますよって。で、オーストラリア政府が間違ってるから、もう自信を持って書いてくるわけですから、そのフォーム AB か AC じゃない AB に、その狂犬病のない国はフォーム AB です、狂犬病のある国はフォーム AC、 まあ同じようなフォームですけど、まあ、AB と AC ちょっと違う。でそれがね、デートオブアイデンティフィケーション、そのマイクロチップを埋め込んだ日をね、出発の前日にするわけですよ。実際は例えば3月14日に埋め込んだとするんじゃないですか、その犬にマイクロチップを。それなのにね、今日は9月23日、2022年9月23日なんですけど、2022年9月21日ってするわけですよ。だから22日にオーストラリアを出発してるから、その前日、出発の前日だから21日になるわけですよ。全然違うじゃん、埋め込んだ日が。間違ってんじゃんそれ。言うべきでしょ、日本政府はオーストラリア政府に。オーストラリア政府が間違って指導してるんですから、そういうふうにしろって。なんで間違ったことを堂々と やらせといて訂正させないんですかね。おかしいでしょそれ。だからオーストラリア政府に言ってくださいって僕は電話して言ったんですよ、農林水産省に。で僕がね、輸入した時ね、そのだからその後ね、その2週間後ぐらいにね、また別の犬を輸入して、その電話の後ですよ、電話の後に2週間後ぐらいにまたオーストラリアから犬を輸入した時にね、僕が言った通りにね、そのちゃんとしたそのマイクロチップの埋め込んだ日になってたんですよ。だから、あ、変わったんだと思って、やはり俺が言ったから変わったんだと思って、俺一人の力によって日本政府とオーストラリア政府を動かしたとか言って、その時言ってたんですよ。全然動かしてねー全く動いてねーみたいな。今日だって出発の前日になってましたもん、デートオブアイデンティフィケーション、つまりマイクロチップ埋め込んだ日が。だから全然動かしてなかったという話なんですけど、だからもう一回動かす努力をしなきゃいけないなと思って、また電話しようと思ってますが、これはね、なんでこんなことをね、僕がしつこくそういうふうに言うかというとね、これはとても重要な部分なんですよ、マイクロチップを埋め込んだ日っていうのは。だから、まあ、その時の動画でも言ってますが、まあ、概要欄に貼っておきますね、その時の動画。あのね、オーストラリアは狂犬病のない国だからまだいいんですよ。いつマイクロチップ埋め込もうが、そんなのもうどうでもいいんですよ。だってもう個体識別のためだけにしか、もうそのマイクロチップの番号というのは働かないわけですから。つまりこの犬はこの犬ですよっていう、つまりマイクロチップの番号さえあっとけばいつ埋め込んでも構わないわけですよ。なんか別に狂犬病ワクチン接種しないんだから。昨日埋め込もうと 100年は困るけど、100年だって犬いけないから、10ヶ月前に埋め込もうといいんですよ別に。いつ埋め込んでもこの番号の犬ですってちゃんと証明できるさえすればそれだけでいいんです。個体識別さえできればいいんですよ、オーストラリアの場合は。ただね、アメリカとかヨーロッパのね、狂犬病のある国から日本に来る場合に出発の前日になってたら、もうそれはもう全然もう話にならないですから。それはもう強制送還されるか、日本に入国できずに、日本に入った後に動物検疫所の施設で180日間日本でいなきゃいけません、6ヶ月間。だからデートオブアイデンティフィケーションという言葉がね、ピッて読み込んだ日って判断するのがね、オーストラリアだけじゃなくて他の国でもそういうふうにする場合があるから、その言葉を変えろって僕は言ってるわけですよ、農林水産省の官僚に。また電話します、絶対もう何回も変わるまで電話しますよこれは。だってこれとても重要なことなんだから。だから皆さんこれね、言うべきですよ、農林水産省に電話して、僕だけじゃなくて、変わるまで言うべきですこれは。あるいは誰か政治家に言うべきですよこれ、国会で変えなさいちゃんとっていうことですよ。本当に大変なことですからねこれ。だからちゃんと真面目にね、2回狂犬病ワクチン接種して、血液検査して、
ちゃんと180日間待って、そして日本に送ったのに、ただ書類の間違いだけで日本に入国できない。書類の間違い、そのデートオブアイデンティフィケーションの間違いだけで強制送還される。あるいは日本で180日間滞在しなきゃいけない。書類の間違い、書き間違いだけでですよ。実際は1年ぐらい前にマイクロチップ埋め込んでるのに、出発の前日をマイクロチップ埋め込んだ日に間違って書くから、そのだから そのそれぞれの国のやつらが、そこのだからオーストラリアだったらオーストラリア政府のだから動物検疫所みたいなとこですよ。だからどっか違う、この間ルーマニアでそういうふうに間違えました。もう大変だったんですから、もう出発する飛行機までの間に書類をこっちに送ってきて、メールでそれを動物検疫所に送って、そしたら出発の前日になっているマイクロチップの埋め込んだ日がすぐ書き直してくださいって動物検疫所から言われて、もう相手から送ってきて、それを動物研究所に送って、そしてその返事が来て、そこから書き直したんですから、ものすごいわずかな数時間の間にバタバタやって、もうねメッセンジャーで叩き起こして、朝4時ぐらいに、ルーマニアの朝4時ぐらいにプロルルプロル何回も鳴らして、ちょっと間違ってる間違ってる間違ってる、早く書き直せ早く書き直せ早く書き直せとか言って、こんなことやんなきゃいけないんですよ。つまりデートオブアイデンティフィケーションという言葉もダメなんですよ。なんかインプラントした日とかね、だからマイクロチップとデートとかね、マイクロチップに ED をつけてマイクロチップを埋め込んだ日ってマイクロチップの日みたいなね、マイクロチップされた日みたいな受動体ですよ。そういう風なあのね、言葉に変える、もう何でもいいから、とにかくもう埋め込んだ日にっていう風に誰もが判断できるような言葉に変えるべきなんですよ。その時もずっと言ってた、まだ変わってない。つまり日本政府とオーストラリア政府を動かしたっていうのは全然動いてないし、もう全くしかとされてる。じゃああの時1回だけだったのかな、なんか分かんないけど、あの時は本当の埋め込んだ日になってました。だから変わったんだと思いました。僕の力で、僕一人だけの力で変わったと思ってました。全然変わってねえ今日届いたそのフラッフィーのフレンチブルドッグ、21日になってました。9月21日、2022年9月21日、今日は2022年9月23日、22日にオーストラリアを出発したから、その前日の21日のマイクロチップの埋め込んだ日になってました。そのなんか言葉の最後がちょっと喋ってないんですよ、いつもちゃんときちんと。まあそういうことなわけですよ。全然政府なんて動いてない、オーストラリア政府も日本政府も。だからちょっともうちょっときちんと働きかけないといけないなと思ってますが、ちょっと政治家に言わなきゃいけないけど、誰も知らないんですよね、政治家なんて一切知らない見てみますか、とにかく今日のフレンチブルドッグご覧ください、どうぞ。うん、よしよし、ちょっと待ってね、到着しました。よし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 、よし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 、大丈夫か、大丈夫ですか、あ、震えてる震えてる、大丈夫ですか。ここは羽田空港です。こんな感じ、国際線の貨物ターミナルです。よしよし、もうすぐだからね。なんか遅いな、何やってんだろう。どうですか、こんな感じです。でフラッフィーのフレンチブルドッグ、もし動画っていうか、まあ何写真があったらお見せします、ここに出します。なかったら出してません、すいません。僕の場合ほら、なんていうかセンスの塊っていうか、そのセンスの元みたいな、味の元みたいな感じで、センスの元っていうか、そのほらセンスの結晶みたいな、センスのエキスみたいなね、ピュアセンスみたいな人間だから、そのほらなんていうの、なんか世界のファッションブランドの全ては僕にデザインを依頼しなければならないぐらいセンスの塊なわけですから、いい写真をこうね選んできますからね。だからこれはね、そのフラッフィーのフレンチブルドッグの中でも、まあいい感じの犬をこう選んできて、今お見せしています、ご紹介しています。だけど、なんかね、そのほらレアカラーのフレンチブルドッグとか、こういうなんかフラッフィーとか、こういうフレンチブルドッグってね、なんか目がもう
ちょっとなんか怖い目犬がいっぱいいるんですよね。なんかもう猫みたいな目をした犬とかが多いんですよね。なんでか分かんないんですけど、いやなんでか分かんないんですけどじゃなくて、なんかほらだからいろんな犬を混ぜてるうちに、そのほらあのなんていうの、色をね、その毛色をこのなんていうかな、この出さなきゃいけない、例えばチョコタンとかなんかいろんな毛色ですよ、レアカラーなんだから、そのなんかね、アプリコットみたいな色とか、そのなんか出している時にライラックとか、あのその毛色を出している時にいろんな犬種を混ぜて、なんかさまざまなことをやってるんですよ。で何を混ぜるとあの目つきになるのかわかんないんですけど、すっごい猫みたいな目つきの犬が結構多いから、まあ僕はこれほらもうセンスキングみたいな人間なわけですから、まあいい犬とか可愛い犬を今ネット上からまあ持ってきて今ここにご紹介しています。なんかもうセンスの神様みたいなね、センスの神様がやってきたみたいな。だからほらなんか可愛らしい感じのね、あの犬ばっかりをこう紹介していますが、だからまあ今僕が紹介しているこの写真の犬たちは、まあ目も可愛いし、なんかすごいいい感じの、フラッフィーのフレンチブルドッグなんですけども、あのよく見て、犬を輸入された方がいいと思いますよ。なんかもうなんか変な色とかね、変な目つきとか、なんかさまざまな犬がいますからね、フレンチブルドッグには。だからレアカラーとかこういうフラッフィーとかには、だからしっかり選んで輸入されるべきだと思います。まあね、こういう感じで、犬たちが届いています。だからもうね、最近ね、何この感じ、急に子犬が売れなくなったそうですよ。2ヶ月ぐらい前から、6月7月ぐらいから、6月は2ヶ月前じゃねえみたいな、6月7月ぐらいから暖かくなってきてから、もう全然子犬が売れない。日本だけじゃない、世界中でコロナウイルスが収束して、みんな外に遊びに行って旅行に行って、全然犬なんて買わない。もう子犬の値段が急落して、もう10分の1になってます。10分の1になってるのか、そこまではひどくないかな、とにかく何分の1かになっていて、もう全然もう本当にもうね、ひどい状態ですよ。だからまあ輸入する人もやっぱ減りましたよね。だからまあでも僕はなんかちょっとね、ちょっと忙しいんですけど、なんかいろんなことで忙しいんですけど、まあね、ちょっとね、多分ブリーダーさん大変だと思いますよ。だからでもね、冬になったらね、夏って売れないから、こういうのは毎年だから、まあ普通の夏に戻ったっていうことかもしれませんよ。まあちょっとね、そのコロナウイルスのなんか反動はあるかもしれないけど、だからちょっとコロナウイルスの反動と夏だということで、ちょっとね、バッてちょっと今急激に売れなくなったような気持ちになってるかもしれませんが、皆さんが、夏ってあんま売れませんよ。だってあったかい時になんか子犬とかぬくぬくしたのが来たら、うわ暑苦しいわみたいになるんじゃないですか。だから冬だから子犬売れると、だからまた冬になったらまた戻ってくると思いますよ。それでは皆さん、失礼いたします。ひじさんに、あれなんか汚れてる、違うか、ひじさんに連れられて行っちゃった、ひじさん怖え、よかった、俺ひじさんいなくて。それでは皆さん失礼します。